はい、おはようございます。メタボンです。翌日朝を迎えました。もうねテント撤収しちゃったんでね、ここに今日は貼ってました。2人でね写真ちょっと入れとくね。ここにこれから奥米隧道というとこ行きます。よし、今日もなんかね日が照ってきて暑いわ。よし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 、今日はね9月の4日になるのかな、合ってる。おー、いい音だね。よし、今日もよろしくね。なんかやっと全貌が見えたって感じだな。バスが釣れるみたい。今度バス釣り来てもいいね。結構朝早くからねみんな釣りしてましたよ。おはようございます。はい、奥米隧道にね、まもなく到着します。どういうとこなんだろうね。あ、ここもなんか湖がある。池？あ、釣りやってんね。あ、いっぱいいる。あれかな、隧道。なんか朱色の橋が際立っていいね。いやいいじゃん、なんか。あー、みんな釣りしてる。あったんだね、千葉。来たことないわ。いや、なかなかのスリリングなトンネルじゃん。かっこいいよね。下では釣りやってるし。夜来れんな。怖い。あ、ここは幽霊出んの？ここ心霊スポットなの？おはよう。アングル的な。で手ぶれするんで。うん、押さえてね。はい、行くよ。はい、チーズ。もう一回やっとこうか。息止めてっから。はい、チーズ。うん、いいんじゃないかな。ちょっと確認してみて。いやー、すげえな。すごいよね。よく掘ったな、手掘りで。かわいいですか。え、取れて取れて。なんだよ、悪くないっすよ。青色のバイクに赤色のヘルメット。悪くない。目立つなって。目立つよね。じゃあ公園向かいますか。オッケー。
どっち？こっち？向こう。こっちから10分ぐらいだ。オッケー。すごい。苔が美しい。なんだ。ほう。でも書いてあるよ、そこに。野営キャンプなどしないでください。こんなの入っちゃいけないんだ。うん、あそこも通行止めになって入れなくなっちゃう。ああ。昔は多分ここずっと川沿い行けたんでしょうけど。おう。バイクはいいんだ。おお、すげえ。おお、なんかすごいぞ。あれ屋根だろう。いやー、なんとも言えない。かっけえ。かっけえ。写真撮る。ループ橋に向かいます。竹谷先に来た。ループ橋って珍しいね。意外とあっさり終わっちゃったけど、今度は登りだ。よし登れ。てねえ登れ。あれあっち行っちゃった。写真前来た時、うん、曇ってたかな。これだけ晴れてるといい絵が撮れる。はい、逆回り清澄ループ橋。あー海見えんね。ほら、いやー気持ちいいね。今前の車がね、すれ違いに、まあ、軽トラックが来ちゃってさ、
まあ、ここ道細いでしょ。ですれ違いなくて喧嘩してた、ちょっと言い争ってた。まあ、向こうのね、K のおじさん曰く、何やってんの早く行けよって言ってんだけど、いや狭くて行けねえよみたいなね感じでやり取りが多分あったんじゃないかなって。で K のおじさんの、軽トラのおっさんの方はさ、もう何なんだ早く行けよバカ野郎みたいな空気感でしたね。はい、これね、あ、ここも知ってるね。だし、ここも心霊スポットじゃなかったっけ。稲川淳二が来てたよね。なんか前稲川淳二がそこやってたね。竹谷さ、向こうから走ってきてここで一回止まって川を下見てこう駆け抜けていく動画撮んない。俺が、うん、竹やん、あ、俺が走った、そう、あ、もうね、もう据え置きでいいと思うんだ。これ追っかけるよりか多分、あ、そういうこと、そのままの方が多分、あ、いいこういう位置で、こう真ん中まで来て下見てこう抜けていくと、でこっちから中入ってくの見れたら最高なんだよね。あ、こっから入れたら最高なんだけど、竹山さん、だからこう抜けてくときさ、こっち、今、まあ、入っちゃうの、一回ここ入ってもらって、今度俺、そこにまた欄干のところに取るから、もう一回そっち戻って、こっから入ってくところ。